立浪フィーバー終了。中日は21日の巨人戦に1対4で敗れて、首位巨人とは8ゲーム差に拡大。今季ワーストとなる借金8で前半戦を折り返した。この日も中田のソロ本塁打による1点だけと得点力不足は相変わらず。試合後の立浪和義監督も、ここ数年、チャンスでの打撃で力んで、ボール球に手を出してしまうところがある。それが前半戦の大きな反省と渋い顔だった。今世から脱落しそうな状況に、名古屋のテレビ局の間にも重苦しい空気が漂ってきた。4月には8年ぶりの単独首位に立ち、中日戦は軒並み、高視聴率を記録。5月7日の、中日、巨人戦の平均世帯視聴率は今季最高の 13.4% を記録した。ところがチームが低迷するにつれて視聴率も低下。同28日の、中日、西武戦を最後にナイター中継の平均世帯視聴率は1桁が続いている。振り返ればたくさん課題があるが、後半、なんとか反省を生かして頑張るしかないと、立浪監督は逆襲を誓ったが、後半戦は今季4敗1分けと疑問になっている甲子園での阪神戦からスタートする。ここ数年、夏場になると優勝争いから脱落してしまうので、中日戦の視聴率も下がるんです。今年もまたダメかという雰囲気になるのが一番困る。なんとかここから巻き返してほしいですね。そもそも5割を切っている時点で弱いってこと。立つは己の力量がないのに、茶髪やヒゲはダメとか、眠いこと言ってるからこんなことになる。最近は先発が早い回に点を取られることが多く、反撃もほぼ無理だから、試合を見るだけ無駄だからね。負けてばかりで見る気が失せるよ。この、監督の意味不明な選手起用と、采配ではね。どんなにチームの士気を下げようが、負けようが観客を連れてきてくれる、親会社としては名称。先制点を奪われた時点で、負けが確定みたいな試合をしていたら、見る気なくすよ。来シーズン監督変わるまで、中継やめたら、毎日イライラしなくて済むし。解決する答えは簡単、それは、立浪監督が、休養に入れば良いんだ。もう顔も見たくもない。スタメンは日替わり。打てる選手を使わずに、プライドを優先して選手を起用。負けても選手の責任に。最下位のヤクルトの昨日のゲーム。もうね、チーム力がドラゴンズと違いすぎます。今の段階で、名古屋へ金払って見に行く、連中が存在することが不思議。3年続いてのこの成績、普通ボイコットするだろ。球団としては観客が入ってくれて、なおかつ成績が悪く、年俸も抑えられる、今の状態がウハウハなんでしょうね。